あれこいつあれじゃない買いませと。おじい様のご様子はどう。このでっかい弓は。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。こいつは何者なんだ。巫女よ、もう一度言う。巫女様、不死の契りを俺と結べ。契約しろってことか。僕と契約して。お前は不死になってどうするんだ。できませぬ。お源一郎殿、たとえひとたび敗れるとも、はい、命を賭し主を必ず取り戻す。はい、それが我が忍びなれば。そうか、こいつも忍びの心得を。そして参上。お迎えに参上いたしました。かっけえ。とんでもないタイム。しばらくお待ちください。そんな構えだったっけお前。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬ。なるほど、あの巫女様の奪い合いみたいな感じになってるのか今。参る。忍びを再び何を。うまくね。なんだそれは。勝ち割りが、勝ち割りゴール。そういうことか。雷してこなくね。撃って。危ない。そういうことか。あれは月だ。これは月だ。で一発で一発で、この後月来る。これを見切る。一回スタミナ管理。まずい。一回甘えずに。いって。それそんな食らうんだ。ゼロ距離射撃だ。ちょっと待って、こいつ隙を与えてくれない。一回崩されたら終わりだぞ。一発。これは A を押すことによって。それやめて。でそれは突き返す。その突き突きやるのか、やれんのか。源一郎破れたり。まだ巫女の忍び。弾薬だこれ。何？ちょっと待って、氷炭まだある。氷炭まだあるよ。ひぇ。何それは投げかい。それ新技じゃん。それは投げか。ならばいつでも殺します。あっぶねえ。やめてそれ。
射抜かれた。でも一応初見で1ゲージ削ったぞ。これあるな。で、あの投げが来た時は後ろ回避しよう。並ばっ、なんだそれは。さらにここ防いで、これでお命頂戴いくか。よし、まずは第一形態。よし、回線をまだ使ってない。まずい、油断した。うわー、それもう一番やっちゃダメ。やばい、スタミナが終わってる、スタミナが終わってる。まずはここでスタミナを。ひょうたんはもうない。ああ、そうだ、これは違うんです。ね、じゃんけんむずい、この急なじゃんけん。ここはじゃんけん。よし、ここは崩せる。崩して、この後絶対来る、月が。月じゃない。いや、でも結構削れたな。よし、投げの時は崩せばいい。で、この時は弾けばいい。あ、うまいわ。あ、おお、うまくねえ。クソめ。一発。うわ、これは月か。ジャスがして、ジャンプ一回相談、一回相談スタミナと。いや、間違えた。担ぎ上げられるけど、それを全部ガードした先には、そこには先があるんだ。あれ、勝ったぞ。見事だ、巫女の死。惜しいな。主を変えるつもりはないか。俺の元につけということか。ザレ言、ザレ言だと。このアシナを守るためならば。キャストオフ。どのような異端の力で。異端の力、こいつ化け物の子か。雷をまとい、第二形態。え、連戦ってやばくない？ HP は？一回戻っ、え、嘘だろお前。なんだよそれ。え、何それ。ちょ、うびび、なんかジャンプしてあれで返すとか言ってたよな。
違う、そうじゃない。技は変わってないんだ。生きてる。え、これ嘘だろ。連戦から始まんの？よし。やるでねえか。体感も難しい。ガードに振りすぎると体感が見えなくなる。まあプレイしない皆さんはいろんなところ見れて羨ましいですどな。何もただ見ているだけの皆さんは体感ゲージも敵の HP もねえ、向こうの体感ゲージもこっちの体感ゲージも HP も相手の HP も全部見えて楽しそうどうすな。よし、さあ京都人なりそう。ムカつきすぎてムカつきすぎて。おじい様のご様子はどうだ。あれか、試作故障現地のやっていい。起きたことを常に試作故障することによって、指差し故障することによって相手の、あー来た、参る。はい、相手はとりあえず弓いきます。弓してきます。この後一撃来るんで一回叩きます。で、一回来るので叩きます。叩いた後飛ぼうとするんで叩きます。で、ここで構えます。一発殴ります。よろしくお願いします。この後月来ます。月来るんで丸連打して殴ります。一発殴ります。これで、あ、よろけてる。なんで一発もらいます。あ、それ全部食らいます。弓苦手です。あ、一回回復使います。くしゃぎます。強いです。で、この後に攻撃入ります。よろしくお願いします。一回殴ります。で、この後突ききます。絶対によろしくお願いします。ありがとうございます。で、一発殴らせていただき、もう一発お願いします。弓が来ます。防ぎます。その後に攻撃してみます。殴ります。これ現地のラッシュ来ます。現地のラッシュを防げます。現地のラッシュを防いだ後は相手の体感ゲージが大変溜まっています。なので攻撃することによって相手に隙ができて攻撃が通ります。よろしくお願いします。まだ回復使ってません。はめます、はめます、はめます。はまってるこれ、はまってるこれ。で、現地のラッシュ来るかもしれないから一回来た時に、で、これは月だからこうやって殺して攻撃を読み切ってる。試作故障これが試作故障源一郎です見事。ちょっと休憩させて、ムービーはスキップしません。惜しいな。大チャンス、やっぱ声出し大事なんだな。ほぼノーダメです。ザレゴト、ただこの後がわからん。まだ相手の動きが、ザレゴトだと。このアシナを守るためならば、どのような痛みの力であれ従えてみせる。友の雷、ウビビ対策、ジャンプして R、 ジャンプして、あの落下した時に、雷が落下しそうな時にジャンプして雷当たった瞬間 R を押すと跳ね返るらしい。わからんマジで。え、つきます。あれ、つき攻撃です。理解します。ジャンプで避けちゃいました。避けます。で、源一郎らしきます。来ません。源一郎の攻撃が、つきが来る。ちょっと体感ゲージがまずいです。一回回復します。回復したいです。
うわお。で、一回殴ります。ゲンチロヤシ、ゲンチロヤシが来ます。それまずいです。一発が重いです。なんじゃらほい。え、今返したのか俺は。おらー死ね。おらー、お前はここで死ぬべきなんだ。忍殺。ご視聴ありがとうございました。雷もちゃんと返したね。ジャンプして、ジャンプして R、 ジャンプして R、 目標センターに合わせてスイッチ、目標センターに合わせてスイッチ。やばい、マジでなんか嬉しい。マジで嬉しい。しかも第二形態、あれあれだからね、 HP1 個だけだったから、 HP1 個だったから、まあその流れで倒せたってのもあったかもしれない。